しくお願いします。よろ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 しくお願いします。お願いいたします。こちらにお願いします。本日ご出演の有村真嗣さんです。お願いします。今日は美奈ちゃんです。はい、よーい、またあれは何だったんですか。今日初めて、共演させていただいたんですけども、こう仲睦まじい姉妹のやり取りっていうことでうまくできたよね。楽しかったです。楽しかった。そう、すごい楽しかったです。亀さんも感想は、うん、私もずっとお会いしたいなと思っていたので今日初めてお会いできてすごく嬉しかったですし、でもこういうお姉様がいたらもうすごく幸せなんだろうなっていうようなす
すごく印象を思いました。恥ずかしい。それぞれの印象を一言で表せるとどう思ったんですか。もう、うん、なんだろう、この透明感、汚れのない透明感。いやもうなんだろうな、私が言うのもなんですけど、なんかみんなのアイドルみたいな感じがあります。初めてお会いしたので、あの好きな食べ物は何かとか、あとお休みちゃんとあるのかなっていう勝手な心配とかすごいしてました。お気遣いいただいてあったかかったです。でもいちごを取っちゃうお姉ちゃんはなんかな、違う気がするけど、でもリスクに備えてるかって言われるとどうだろう。備えてる？私は弟がいるので好きなおかずとかはキープしておいてました。そういうリスクには取られちゃわないようにしてるタイプでした。ああ自分のおかずを取られないように。そうです。なるほど、しっかりしてる。食い意地張ってるだけです。やってました。あでもなんかそのまあそうですね、ピンチはチャンスじゃないけど、なるべくそういう前向きに捉えるようには心がけてます。うん、はい。普段の生活や仕事で、あなんかこう肩に持つカバンだったりとか、まあ、カバンとかをスリに合わないように割としっかり持ってもう怖いから東京はそうだから割としっかり持って外を歩いてます。こう警戒心を忘れないように歩いてますね。私もでもあのチャックがついてるカバン買っちゃいがちです。ズボってやると取られないように。皆さんこんにちは、有村架純です。浜辺美波です。この度私たちは姉妹役として JA 共済さんの CM に出演させていただいています。いちごの取り合いという仲睦まじい姉妹の日常のワンシーンを CM の中で描いています。皆さんの周りにあるリスクについてこの CM を通して今一度考えていただく良い機会になればいいなと思っております。以上、有村架純と浜辺美波でした。